キャラクターですぎますよ。こんにちは。こんにちは。ちは三男で、長男で、次男は転勤してます。あ、はい。これ長男です。ああ、なるほどね。文字通りの人だ。ちょっとこっちに来てくれると画角にみんな映りやすいっす。はい、ありがとうございます。嬉しい、会えて。嬉しくない？うん。そうっす。玄関入った時、一番最初の時よ。一番最初の時に二人で。なんかすごい感じませんでした、これ。あ、ですね。うん。あのですね。怖いんです。怖くない？怖かったです。ですよね。だからあのアゴサクレのキャラクター知りません？はい。あの子ぬいぐるみがでっかいのがうちにあって、その子を置いときました、家入る前に。ああ。守っててねって自然に言ってました、あの家荷物入れる前から。これみんな霊感持ってますよね。多分霊感あるんかな。家族全員あるって。じゃあこれを見て何か感じません？もう慣れちゃった。僕毛がもうバチバチに立ってますよ、これ。いや、すごい寒い。寒い。やっぱりすごい。あのね、これね、この辺からもう電気バリバリなんですよ。これ、まあ俺は前の福町の方が良かったね。そう、一番目の家がいいって言うんですって、子供たち。私が建てた家が。これすげえな。ちょっとあなたが選んだ。あなたがここがいいって言ったから。落ち着ける？落ち着けない。緊張してます。緊張してる。はい。はい。家の中とか、なんか会社にいるみたいな感じかな。な、和めない？なんか、あの寝れない。あ、で、霊感の持ってる。あ、この子です。だからさ、カメラに映るようにやってくれんかな。ごめん。自分の世界が今楽しんでる。霊感じゃないな、やっぱ。何ですかね。よかった、霊感じゃない。霊感の強い子じゃない。そうなんですか。うん、やっぱし中による、はい、やっぱあれやね、18か9になる頃に、はい、変な心霊スポット行ってるね、完全に。行っちゃいけねえ場所に。自分が嫌だ、今まで行ってきた心霊スポットの中で、あのコメントにも書いた通り、一番嫌だなって思ったとこがあった場所行ってるぜ、ここかなり。何回も飛ぶんですか、そこに。一番行って、一番足踏みたくない、行きたくないなっていう場所を行ってる。多分ね、19になる前ぐらいなのかな、これ。その時は結構行ってて。分かってないんじゃない。いや、覚えとるはずなんですよ、もう。どっかで、あれ今日なんか嫌だなっていう。今日嫌な気持ちするな、行きたくない気分だなっていうのが一軒だけ出るんだ、これ。ここで。福井市の山。いや、分かるんですけど。ここで、うん、やっぱ女性だな、やっぱ女性だ。文字から出てきた女性だ、これ。うん、僕をすごい嫌ってる。はい、今、あの、ずっと気持ち悪いでしょ。ずっと肩が、右肩が、あのね、痛くて。あの、小豆とか、私、代わりにやってたんですけど、うん、気持ち悪くな、私、その時に、その、いつも機嫌悪いっていうか、うん、気持ち悪くなるんですって、私。いると、要するに、はい、マルクを結構、お守りになるんですよ。除霊できるんですよ。だから、体が、気分が悪くなったりする。そう、私、絶対作りたくない。作ってくれって言うから。そう。気持ち悪くなるでしょう。気持ち悪くなるんです、私。大丈夫。霊感があるわけじゃない。そうなんですか。体の中にあったら、もう完全なる取り憑かれって言ったら。そうなの？その知らない。逆には私がないのかなと思ってた。でもどうなの？今の肩が痛いんですよ、右肩が。なんかさっきからそわそわしてたんですって、来る前から。急に。楽になる？いや、これ重いな。
なんかもう慣れたって本人言うから怖い。いやー慣れるのはよくねえけどな。霊感はないんだ。これあの体にも取り憑かれてる、うんうん、その子が霊感を出してるって感覚。あ、うん、よかったね。貸してもらってるみたいな感じ、うん、なんかそうだね、うん、それをうまく利用すれば、はい、僕みたいになれる。僕みたいになってもしゃあないんだけどな。逆に言うとな。じゃあ私はどうしたらいいですかね。うん、いやもう霊感の血筋ならもう、はい、多分もう体の中にいるのはもう出せないと思うな。絶対いい縁談来ないね。じゃあなんかそんな気がする。なんか問題ばっか持ってくるんですよ。結構イケメンなのにな。なんか女性問題多いね。まあいい女の子連れてこないよね。まあ、人間関係は悪いです。悪いな。はい、悪いです。この女の子自体がもう人間関係で自分を消滅しとるで、うん、それもね、なんか普通やったんけど、そこに近くにパナソニックっていう工場があるんですよ、会社が、うん、でそこは結構重いんだけど、うん、そこで働いてた時期は18、19でした、うん、心霊スポットっていうよりもそこが自爆っぽい結構有名な会社があって、そこでは働いてました。拾ってきたのが、はい、その心霊スポットのスポットとこで拾ってきてる、うん、女の女性を。なんじゃ八幡山かな、福井市にある、うん、私が行くのをやめなさいって言ったのに何回も行ってましたね。ここがめっちゃ痛いんですよ。痛いだかな。ああ痛いです。急に、うん、なんか辛そうやね。うん、痛い。出ないっすもんね。だから仕事から帰ってくるともう目でわかるんですよ、行ってる、あ、どっかに行ってるっていうのは。こっちに体に来ないっすもん。1体はなんとかこっちに取れた、はい、今あと3体残ってる。ちょっとやべえ、3体が出てこない。ここがめっちゃ本当痛いんですよ。痛いだろうな、はい、これ痛いです。何だろう、ここからこういう風に来てない。なんかめっちゃ分かるのがここだけなんですよ。で、あ、ここだけか。はい、これな、なんとかしてやりてえな。うわ、うん、すげえな、伝わり方が。苦しいっていうか、なんか痛いのと苦しいが混ざって、うん、気持ち悪くなる。なんかちょっとその迎えに行く道中、うん、痛かったんだけど、ちょっと待って、これすごいな。いやなかなか珍しいケースを引いてます今。珍しい。結構気持ち悪いでしょ、僕らが、はい、僕が近づくのも。なんか気持ち悪いっていうか、そわそわしてたよね、とにかく、まあ、ついてるものが強いんかなっていうのは感じます。強いな、はい、でもこれ慣れ、これどうする、慣れさせる慣れさせる。なんかコントロールができれば。コントロールするにはもう自分が強くならなくちゃいけない、はい、その強くなる、なんてどうしても弱音を吐いちゃうことが。そうそう、弱音を吐くっていうのを全部それをなくさなくちゃいけない。すごい大変なのよ、はい、僕も最初そうだったね、うん、ネガティブで、はい、うん、だけどうまいことその使い方を教え、コントロールができるようになると、うん、脳でそれを抑え込むことがだん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 できて、自分がやばいなと思うときに助けてもらえるような行動にとって出れる、はい、うん、コントロールしたいなと思うけど、まあこう、うん、コントロールして自分でうまくしていけばいい方向に持っていけれるよ、はい、コントロールしてなんか助けてもらえるのは全然ありがたいんですけど、うん、それが逆に助けてもらえないなら意味ないかなとも思うんですけど、
どっちにしようかって僕いろいろ悩んで持ってきたんだけど、はい、コントロールした方がいいのかな。今僕今コンタクトを取ったんだけど、うんうん、シカトされるんですよ、はい、かなりシカトする、うん、シカトか。そう、シカトだいぶそんな強いんですか。入ってる結構強い、うん、そのシカトは除霊されたくないなのか、ただ単にその子が人間不信なだけか、どっちです。というよりこの物体の中が好きっていう、ああ入れ物として気に入ってしまった。そう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 、箱物としてはいい箱物を、うんうんうん、私の言うこと聞くっていう、うんうんうん、これはめんどくさいな、めんどくさいパターンこれが、うん、僕がサタンがもらったけど、サタンの方がまだ楽な方だわ、逆に除去するっていうことになると、はい、多分もっとネガティブになっていっちゃうから、あ、うん、これはこのまま置いといた方がいいかもしれない、うん、そしたら俺はもう、うん、名前はもうあれカットしていかねばぞ。何の話や。あ、君の名前はね、く、うん、が丸丸くんだ。俺は丸丸くんなんだ。俺の体なんだ、うん、っていうことを目いっぱい言わないと。うん、出そうになったなと思った時は、俺は俺の体なんだ。俺の自由にさせろっていうぐらい命令系で心の中でギュー。それを何回でも言い続けて押さえつけていくの、分からさせなせんなんとか、はい、今まで10年間くらいやりたい放題にやらせてきてやん、はい、肩が痛い、変な人間付き合いが出てきたり、うん、それはもう負の力っつって、もう自分にはマイナスの人間しか集めさせない、うんうん、だけどそれを、ね、封じ込めたとしても、うん、一番困るのが、変な話、彼女ができるとする、うん、奥さんごめんなさいね、うん、キスする、はい、そうするとその子が二股をかけとるのか、本当に僕のことが好きなのかっていうのを分かってしまうのは辛いぞ、その分、あ、そういう覚悟も全てやって押さえつけていかないと、はいはい、うん、手を握っ女の子手を握りました、はい、あこの子他にも男の人がおるんだとか、うんうん、そういうのを分かってしまうよ、その分そのデメリットはある、うん、だけど自分的には気持ちよくなる、自分が思ったことを成し遂げれる、お前自分が夢を持ってる、これをしたいって思うならばそれは叶う、うん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 、それでもなんかできるなら、コントロールができるなら、うん、そしたらもう、うん、今日からでもいいから、とにかく、うん、俺の体なんだと、ちょっと、はい、あ、今日は気持ち悪いなと思った時はもう、うん、強引にでもいいから俺の体だと、邪魔するなと、うん、もうとにかく声出してでもいいから、うん、命令で抑え込まさせるよ、ずっと、うん、もうそれしかない、もう、うん、僕らの力で抑え込むっていうことになると、うん、反発してくるから、そうすると余計自分の体が負担しちゃうから、うん、俺の体は、うん、お前の、まあ、名前が、あの、ミキっていうんだけど、ミキはの体じゃない、はい、私の、俺の体なんだっていうことを、はい、きちんと、ミキさんって言うんですか、ミキっていう名前が出てきたから、あ、今その一番強い、そう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 、え、名前知らなかったの？知らなかったです。わお。え、誰と今？いや、女の霊っていうのは、うん、あれ教えてもらったんで分かりましたけど、名前は知らない。ミキまでは知らなかった。ミキさん。うん、27歳。27歳。うん。騙されて、はい。うん。あ、亡くなられたっていう、うんうん、自身、自身が、うん、27歳ピッチピチやん、ええー、なあじゃあその2番目についてるその男の僕ぐらいの年っていうのは、そう、これは大丈夫、これはもう完全ミキが抑えきってる、うん、もう要は
変な話、のこと好きなタイプなの。ミキさんが。そう、ミキが。うんうんうん、はい、うん。だから離れたくないわけ。だから悪いやつは今も一人こっちにくれたわけよ。僕の体でいらないから。あとの一人はもう出たくない。なこいつがもうくせ者だ。うん。うん。だからこいつが抑え、この2人を抑え込めれれば多分絶対変われる、チャンスだと思う。まだ若いからさ、できると思う、うん、はいはい、うん、そうすれば多分、うんうん、2ヶ月ぐらいそれをやり続けることによってだいぶ楽になっていくと思う、自分の体が、うん、メンタルも強くなります。メンタル強くなる、うん、うん、だから自分が本当にこういう好きな女性と付き合いたい、うんうんうん、僕が何歳になったらあの経営者になるとか、僕も最初はもう本当にメンタル弱くて、本当に僕もぶっちゃけ言うと水泳で本来だったらオリンピック行くけどメンタル弱くてために、うん、もうマイナスのことばっか考えちゃって、もう俺はなんだ、あんなやつに負けたんだ、俺はもうダメなんだ、俺って何かやっても練習してももう無駄なんだ、はい、でそのイライラ、悔しさ、イライラがモヤモヤがあって変な話、万引きで捕まって水泳をクビになった。そっからもうあれ放題やあれってやれる、うん、そう、そういう時期が僕もあったの。うん、コントロールができなくて、その自分の中にいるサタンがもうやりたい放題で、自分ではやりたくないんだけど、自分でじゃないんだけど喧嘩しちゃったり、俺はやりたくないって思うんだよ、だけどなんか心のなんか体の中からイラ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 が出て、そのもうそのイライラがもうひどかったね、うん、コントロールができなくて自分に、まだ暴れてないからまだいいですよ、うん、僕なんか本当ひどかったもん、もう体の中に彼女がいるって思いそう、それをで教えてもらって僕は半年かかった抑え込む、それからもう全然もう、うん、本当にそこからまあ先生に行って、うん、俺高校行きたいんだけどって言ったけど、いやお前の生活態度じゃもうどこも高校行けないって言ったけど、うん、で相撲やれで先生にヒント言って相撲をやってで高校行った、うんうん、それからはもう抑え込むようになったら、僕はまあ調理師がやりたかったら調理師になって、うん、28歳から30歳の間に俺は絶対あの独立して自営をやるんだって思い込んだ時に、うん、そのようにうまく、うんうん、行くように進んで、うんはいうん、だからそれを、俺の体、はい、お前らは済まさせてもらっとるんやと、うん、という命令系で全て抑え込んでいくの、うん、毎日、うんうん、負けたらか、そこに負けたら、はい、絶対終わる自分が、うんうん、まだ若いんだもん、これからやりたいこといっぱいあるじゃん、はい、遊びたいことだったらたくさんあるんやでさ、はい、さね、20代やりたいこといっぱいあるんだからさ20代って、うん、楽しく面白く終わるには、はい、まずはこの半年ぐらいで抑え込む、それができなかったら僕また来ますよ、うん、お願いします。であとそれができるようになったら今度はオンオフの練習を、はいうん、していけば、はい、あとは自分がその心霊っていうかまあ取り憑かれた人間をどううまく操っていけるかができる、うんうんその時になったら、多分すげえ楽だぞ、体。楽になっちゃいます。楽になると思うぞ。ネガティブはまず、うん、今ネガティブはもう仕方がない、うんうん。ずっとネガティブなんで。もう、とことんもう、うん、ポジティブに、シンキングでいかんといかんないのかな。嫌、うん、でも、そっちに持ってかんと思う。はい、いやでも失敗しても、うん、仕事で失敗して「ああ俺ダメだ」じゃなくて、はい、失敗してまったやんラッキーって思う、はい、っていう感覚で、うん、抑え込んでかんとずっと分かりました、うん、足でつまずいたラッキー、うんうん、そのぐらいで持ってかんと、
うん、だん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 同じ年齢になってきた頃に、うん、いや俺やっぱ死なんとかんのだスポーンっていっちゃうで、うんうんうん、頑張ってみます。今 20?23 です。23か、はい、4年あるもんね。27歳です、はい、だってまあこの1年で本当全て変えていかないと、はい、これは、うん、取ろうかなと思った取るために、はい、うん、持ってきたんやけど、はい、取らん方がいいなと思って、これをうまく使えば結構本当し亡くなったさ、うん、ミキのその彼氏によく似てるみたい。彼氏でもその彼氏に騙されたから実施したっていうわけでは、そうそう、騙されちゃって、うん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 、振られちゃって、うんうん、もう生きてく自信がなくなって、うんうんうん、身を、うん、投げたってことね。でたまたまその似てるたまたまうわーってみんなで遊びながらに行ったみたいなね、うんうん、軽い気持ちで。8万円もじゃないやっぱ。8万山かなと思う。そこ多分そこら辺行った時にこうやって行った時、あ、なんかやだな、でもみんながわーって行くで行っちゃったっていう感覚じゃないかな。その映像が映るもんで、どうやってもなんかあったんですよ、そんな感じのことは。ここは僕が入るべきじゃないっていう感覚だけど、はい、ここで入らんかったらビービービーって言われたくなかったみたいな。ありました、ありました、はい、なあ、ありました。その帰り重かったやろからだ。重かったですね。なんか今日は違うなっていう感覚が取れたから、いつもと違う重さやなみたいな感じのことはありましたけど、なあ、はい、場所は覚えてないの？多分八幡山で会ってると思う。やっぱ八幡山なんや、うん、なんて言ったのに。そこ有名なんですって。メールで来てた時に、うんうん、結構、うんうん、心霊スポット行ってるなっていうのは伝わってきてるの。だけど一軒だけ、一つだけ、うん、ずっと辿ってたら、一、うん、つだけ、うん、戸惑いなとこが出たのよ、うんうん、ここは入りたくないなって言うけど、自分ではだけどビビリって言われたくない頭があるせいか、うん、みんなとわーっと騒いで入っていった場所があるのよ。そこを見つけたのよ、八幡山っぽい、うん、そこ有名な心霊スポットです。福井市の中で、へ、子供の頃は福井の子だとそこに遠足で行ったりとかするんだけど、そこは首吊りとか多いです、うん、はい、なんで見つけとらんねや。結構そこ有名です。何が？八幡山。これから行くんだよ、これ、この後。本当？え、本当に？理想としては今回ね取り憑かれましたって言って、はい、どこで取り憑かれたっていうのをもう分かってるようであれば、うん、じゃあついでにそのなんていうの、除霊する程度で俺はいたからだからついでにその要はしない、俺で要は誰かになんていうの手を出す悪い子がいるっていうのも事実じゃないですか、今のところね、うんうん、だからなんていうのちょっと見回りがてらそっちにも行ってみようぜっていうプランだった。あ、だって俺でほらあ、すごいガチも持ってきた本物や米と塩と小豆、はい、このピンクは何？あ、これ、はい、これ岩塩。あ、岩塩か、うん、あ、それを手に持つと変わるんですか？すごい使い方あそれを前やって、はい、ってやりました、ね、2回やりました、はい、ちぎれたから。ちぎれたっていうか、色が変わっちゃったし、たのと、あ、色変わったのはムイ君が調べてくれました。はい、いや、色が水晶が、あ、翡翠が色を変わるってことはまずないもんで、割れるっていうのはよく聞くんだけど、真っ白になった。翡翠って要はそのちっちゃい結晶の塊で出来上がってて、その中に水分とか油分があって、その水分とか油分が抜けると白くなっていくっていうんですね。多分塩と一緒に放り込んだせいです。化学反応です。やっぱママ言った感じ、うん、でも色変わったの事実やったりさ、うん、だってかっちゃんがマジで頭抱えるんだもん。水晶の色が変わるっていう、水晶の色が変わるっていうのはまずねえからなんか私塩のせいかなって思ったんだけど、その八幡山しかないね。
私多分そこだろう、そこが一番、八幡山ね、結構いろいろあったでさ、うん、自分自身がね、自分自身が、友達なので、八幡山はもう有名です。福井の人だと分かるんじゃないかなっていうとこです。なるほど、はい、いい当てができた。この後普通の山なんですけどね。あ、冷てえな。はい、そうなんですよ。だからあの水晶のそのなんか店行っても、うん、すぐ石をなんかダメにするっていうか全部吸い取っちゃうって言われました。それは負が全部くんね。冷たい手してんな、はい、俺あったかいやろ。あったかいですやろ、はい。これでなんとかな、握るだけでこっちがもう鳥肌立つね。ぶっちゃけ本当にあの、はい、幽霊を触れた時と同じ。一回なんかバイト中とかになんか死んでる手してるねって言われました。だろうな、はい、冷たすぎて。なんで私霊感ある子なんかなって思ってました。霊感が芽生えちゃったっていうか、霊感あの行かなければ霊感のない男の子っていう、うん、ちょっと感じる程度の男の子っていう感じでしたね。ああそうか、うん、だから行くなってママ言ったじゃん。いや俺は別に行きたくなかったんやけど。チキン野郎と言われたくねえもんな、男としてな。コワインケアみたいな感じで言われたんで、行きました。悔しいもんな、それって言われたけどな。そうです、俺そういうとこ行くの大好きやけどな。いやでも今ならなんか行きたいとは思わないけど、別に行っても大丈夫かなみたいな感じのこと。守られとるような気分だろう。はい、その完全に、守ってもらってるから。あ、うん、むしろそういうとこばっかに行かせようとして。はい、東尋坊に行くなよ。大丈夫ですか。ああ、なんでですか。いや、飛べるような気がするって思ってくれて。ああ、俺もそうやったもんな。途中向いて、なんか俺飛べるような気がするとか言って、あれ冗談じゃないの。冗談じゃないんじゃないか。これ途中も動画にしないから、ある程度さ、僕の気を全部結構入れてくから、はい、うん、うーわ、こっちがクラクラしてくる。俺きついなぁ、きついなぁ、かわいそうだなぁ。いや、もう慣れました。なんかなんだ、3、4年ぐらいはあれだもんな、取り憑かれた状態の維持になってるから。そう、ね、そう、もう 4,5 年はいるってことだ。 4,5 年がいるってことになる、うん、なるほどな。そうなるとカプちゃんでも苦戦するっていうか、考えなきゃいけないパターンになるのか。いや、取れるなら取ろうかなと思ったんやけど、好きだからしゃあねえだろ、これは。うん、そのミキさんがね。ミキさん、ミキが。ええな、年上に惚れられた。まあ年上の方が好きですけど。本当。綺麗な子の子やぞ。大丈夫です。うん、綺麗な、すごい綺麗な子。え、どんな顔立ちとかわかるんですか。顔立ち？はい。絵で描くと下手やもんで。はい。あのね。誰系ですか。でもカッツァンにそれ聞くとなんか、はい。古いとか言って言われる。そうそう。おい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 。誰系やろう。誰系？今の女の子で言うと、はい、女優でさ、はい、女優。仮面ライダー牙と結婚したあのなんとか水木。牙役が。わかんない。誰？奥さん。仮面ライダー牙。男？水着。うわ、あ、頭、ちょっと待った。すっげえ、頭クラクラしてきた。なんか具合悪いから毎日。でもその具合悪い原因がわからないんです。入っていいです？全然、いや、入ってもらえる準備できてたんです。本当ですか？はい。入ってください。俺さ、これ見て。ずっとほら鳥肌立ってんねん俺も。うわ楽しみ。なんか心霊スポットみたい。心霊スポットみたい。
あのだって主人ももう全部見てほしいって今日言ってたので。あらまあ。そう。明日も。